皆さんこんにちは。レクリエーション介護士の大園です。介護スタッフの皆さん、レクの準備って大変じゃありませんか？ネタを考えたり、当日の進行だったり、そんな時のために介護レク動画を用意しました。もちろん在宅で介護をしている方も、自宅で流せばそのまま介護予防動画として使うことができます。皆さんの負担を少しでも軽減できれば幸いです。それでは早速本編に移りましょう。どうぞ。今回はことわざ問題です。空白に言葉を入れてことわざを完成させましょう。今回はすべて3択問題で出題します。別の形式での問題もありますので、よろしければ挑戦してみてください。第1問目、空白に言葉を入れてことわざを完成させましょう。ホニャララの祭り。1、前。2、左。3、後。一体どれでしょう？それでは答えを見てみましょう。答えは後の祭りでした。時期に間に合わないこと、または手遅れのことです。第2問目、空白に言葉を入れてことわざを完成させましょう。次はホニャララの不養生。医者、警察、教師、一体どれでしょう？それでは答えを見てみましょう。答えは医者の不養生でした。口では立派なことを説いているが、実力が伴わないことの例えです。第3問目、空白に言葉を入れてことわざを完成させましょう。ホニャララの考え。休むに似たり。1、未熟。2、不良。3、下手。一体どれでしょう？それでは答えを見てみましょう。下手の考え、休むに似たりでした。良い考えも浮かばないのに、長く考え込むのは何の役にも立たず、時間の無駄だということです。第4問目、空白に言葉を入れてことわざを完成させましょう。ホニャララの日は鶴瓶落とし。春、夏、秋、一体どれでしょう？それでは答えを見てみましょう。秋の日は鶴瓶落としでした。夏と比べるとどうしても日が暮れるのが早く感じてしまいますね。第5問目、空白に言葉を入れてことわざを完成させましょう。ほにゃらら高きがゆえに尊からず。1、壁。2、山。3、背。一体どれでしょう？それでは答えを見てみましょう。山高きがゆえに尊からずでした。見かけだけではなく、実質が伴って初めて尊敬されるということですね。
終了です。珍しいことわざがたくさんありましたよね。他にもまだまだ珍しいことわざがあります。それでは後半へどうぞ。第6問目、空白に言葉を入れてことわざを完成させましょう。恋はほにゃららのほか、シア、ダサン、シアン、一体どれでしょう。それでは答えを見てみましょう。恋はシアンのほかでした。男女の愛情は常識で説明できるものではないということです。第7問目、空白に言葉を入れてことわざを完成させましょう。ほにゃららけい、逃げるにしかず、空白に入る数字は何でしょう。もともとは中国古代の兵法から来ています。それでは答えを見てみましょう。36形、逃げるにしかずでした。困った時は逃げるのが最良策であるということです。第8問目、空白に言葉を入れてことわざを完成させましょう。鹿を追う者はほにゃららを見ず、川、空、山、鹿が出てきそうなのはどこでしょう。それでは答えを見てみましょう。鹿を追う者は山を見ずでした。目先のものを追っていると周りが見えなくなってしまうことの例えです。第9問目、空白に言葉を入れてことわざを完成させましょう。ほにゃららのをよりイワシの頭、1タイ、2サバ、3ウナギ、一体どれでしょう。それでは答えを見てみましょう。タイの尾よりイワシの頭でした。大きい団体の中で人に従うよりも小さな団体でもそのトップに立つ方が良いということです。第10問目、これが最後の問題です。ひさしを貸してほにゃららを取られる。ひさしというのは窓についている雨よけの小さな屋根のことです。それでは答えを見てみましょう。ひさしを貸して母屋を取られるでした。一部を貸したことがきっかけで全てを奪い取られること、また恩を仇で返されることです。全問終了です。皆様お疲れ様でした。一度リラックスして体を伸ばしましょう。ことわざというのは先人たちが培ってきたありがたい知恵が凝縮された言葉です。今見ている皆さんも自分の経験から新しいことわざが生まれるかもしれませんね。大事なのは正解数ではなく脳を働かせることです。同じ問題でも構いません。いろんな問題に挑戦して脳を活性化させましょう。
の問題でお会いしましょう。